皆さん、こんにちは。ミヤクレです。ということで、今回もね、マリオメーカー2やっていきたいと思います。ということで、やっていきます。はい。よろしくお願いします。では、ムササビマリオの冒険からね、やってみましょう。コメント77件。さあ、今日は、そうね、タイタツクツイクゼさんのコースのこちらですね。初心者向けスピードランをやってみてくださいということで、こちらちょっと今日やっていこうと思います。はい。初心者向けスピードラン。ということで、このコースの方ですかね。難かったやつだね。初心者向けって乗れ。結構この方むずいんだよな。まあ頑張っていきましょう。だからさ、初心者、例えばさ、これだったらさ、あんちゃ、初心者でも楽しめるとかさ、初心者で単語あるんだけど、初心者のおすすめってくる。初心者、これ向けってことかな。だから、初心者向けスピードラン。初心者向けなぞなぞなぞってことは、初心者向けなぞなぞなぞってコツがあるってことかな。え、そんなコツあった？下からも、どこ？ちょっとちゃんと見るわ。ちょっとちゃんと見ていきます。初心者向けなぞなぞなぞ。初心者向けはあったけど、これなぞなぞなぞじゃないけど、これかな？どうしよう。どうしようっていうか ちょっと違ったら申し訳ないんですけど、多分、これがあったので、この初心者向けスピードラン50秒やっていきたいと思います。クリア率は0.719。まあまあ低い。1パー切ってますね。めちゃくちゃ40秒ってことで。最初はね、簡単です。裏面マジでむずい。マジか。怖いな。これじゃなかったらちょっとすいませんね。これかな、わかんない。初心者向けって書いてあるからわかんない。これじゃなかったらちょっとわかんないんだけど。さあ、いきます。じゃあ、いっくりん。まあ、結構この方難しい方、コース作る方なんで、スピランとかね。ああ、そういう感じか。まずは、ピース、スイッチを、投げる感じでしたか。はいはい。投げ。よし、消えたよ。あ、TA っぽい。TA だ。TA。よし、よ。OK。一応そのできない感じかな。ヒップバリじゃんかな。は？ ヒップバリじゃすっそ殴れんこ。え、何これ、ヒップバリじゃしなくてもいけるよね。でも先が見えないの怖いな。どうだろう、前、とりあえず行ってみましょう。よし。よし、来れた。やっと来れた。ここまで。バネ持つのかな？何これ？何これ？どういうこと？頼むよ。え？何？危ねえ。ほい。よし、ドア？しゃがみ来るんか。バネいらないのかな？いらないっぽいね。オッケー。よし、来た！待って、何回やったこれ今、張り抜け。何？ LR、 何？まだあんの？まだあんの？まだあんの？ OK。 待って、やばい。ゴール来い。よし、 OK。 最後地味に張り抜け、なんかめっちゃ来たわ。やった、 OK。 クリアした、よかった。いやー、あんまり動画でカットしたかもしれないんですけど、なんだっけ、P で、神テクストとかあったじゃん。あそこで結構、あそこで10、13、4分詰まってました。なんか最後の張り抜けのが結構いった。ナイス！ 1305 分の11。オッケー。最初も簡単じゃなかったけどね。最初も全然、簡単っていうけど全然難かったよ。最初も。全然簡単じゃなかった。おー。なるほどね。ありがとうございます。無事クリアです。いや、よかった。さて、ことで、ちょっとまあ、ポコニャファンさんのコースもやりたいんですけど、やりたいんですけど、何これ。スピランじゃないんだね。トロールですね。トロール。この方トロール系だよね、やっぱ。まあ、これはまた次回の動画で回しますかね。はい。って感じで、ちょっと、一旦保留にします。ポコニャファンさんのこのコース。まあ、やっとくんで、必ず。やっとくか、まあ、てか動画に多分するかもわかんないけど。はい、じゃあ一旦保留で。まあ、ちょっと時間余ってるかもしれない。わかんないけど、一旦余ってるかもしれないんで、じゃあ世界のコースやっていきたいと思います。期待のコースですね。ちょっとやりますか、面白そうなやつ。OK、じゃあ行きましょう。まあ、さっきのやつ難かったけど、まあ、こんな難しいなんでないな。さっきのは絶対もう0.1
あ、じゃあ1パー切ってるから確実にとてもずだと思うけど、まあ、今回難しいなんで。さあこちら行きましょうか。またスピナーになっちゃうんですけど、40秒の森スピナーですね。いろいろなテクニックでタイム最速ってことで、クエツ 6%、めっちゃ高い。34秒。どういうこと？いろいろなテクニック？ってことは、テクニック使い的な感じかな？はいはい。いきます。1、2、3。普通のスピナーかな、それこれ。まあ、6% だからして一発クエしなかったらまずいぐらいのレベルだけど、危ねえな、これ怖いな、危ねえなって。スピン !OK。あ、そっちか、危ねえ。さあ、こっち。怖い。まあ、さっきの1回は全然簡単だけど。よし、でも油断できない。あ、ここちょっと怖い。オッケー。よいしょ。一発くらい左遷したいけど。下が何？下で去る。あー、怖い。大丈夫か、オッケー。あとは P、スイッチが切れればいいって感じかな。まあ、6パッだから、まあ、いけるでしょ。スタラン、オッケー。あ、また時間大丈夫かな。一発くらい。頼む。よしよし。危ねえ。なんとか一発。さあ、こちら行きましょうか。あー、ノー。何これ？すごいな。なんかノー、ノーってめっちゃあるけど。1.53%。ウィスカでも8秒。ぐちゃぐちゃコース。これなんか面白そうだね。やっていこうか。すごいな。すごいね。タイトルが。はいはい。いきますか。うわぁ、いきなり来た。いきなり来た。あれ、でも 1% だから。え、待って、行く上からどうする見えた。1% だから油断できないぞ、これ。結構むずそう。行こう。でもこれ抜ければいけない。危ねえ。正解。ほい。ドア、オッケー。なになに？なんで急にそういう系くんだね。あ、でももうゴールだ。これで 1% か。まあ、でもそんな遊んでしないからかな。ここ抜け、で、なんかまだ来るんかい、ドッスン。まだドッスン来たわ、全然。ダメだ、俺。ドッスンしっかり来るんだね、これ。あ、でもここ行ったら来ない。あ、オッケー。あ、危ね、来たわ。ほい！あ、待って、待って、あ、ここあれだね。一気にはいけないね。距離的に今思ったけど。はい、これで落ち着いていきます。なんていうの？これ予想つけなきゃダメかな。ちょっと予想つけるわ。はいはい。これどう行こうか。ここさ、これでも怖いよ。だから、こうして、はい、これでちょっと、来ない。こう行こうか。オッケー、ナイス。地味に5、6回やられたの。意外と難かった。はい、ってことで今回はね、こんな感じで終わりにしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。今後もマリオメーカー2やっていくので、よければ応援よろしくお願いします。ではね、また次回のマリオメーカー2お会いしましょう。お疲れ様でした。